はい、こんにちは。今回は、原神1周年を記念して記念グッズが販売されるのでその紹介。まずは、限定 T カードですね。発行手数料550円。勝手にこういうカードって無料って思ってたけど、そうでもないんだね。ちなみに送料ですが、郵便330円税込み込め手数料含む、宅急便825円税込み込め手数料含むらしい。それから、公式抱き枕が発売、タルタリアとエウルア。関羽ではないことに少し驚き。続いて、AC タップってコンセントに挿すのかな？見た感じ USB が拡張されるのって嬉しいね。しかもクレイの柄、タコ足配線で家をドッカーンしないようにね。値段は5400円くらいか、結構お高めだね。それからカードケースか、ICOCA とか入れたいね。発売日めっちゃ先だけど。うお、このカズハのデザインすごい好きだ。カズハのやつ買おうかな、迷うなぁ。大物だったら、全部買ってみたって動画するんだけどな。それから、カレンダーは、汎用性抜群だね。しかも、配置を変えると、何年でも使える仕様なのか。ずれてたけど、カレンダーは3850円税込みでした。それから、カードだけは、店頭で発行できるみたいだね。最後に値段まとめ、見納めください。それでは、今回はここまで、さようならだぜ。